ロイコトリエン。ロイコトリエンは、エーコサノイドの一種であり、ゴーリポキシゲナーゼによって、アラキドン酸から生成されるオートクリン、パラクリン脂質メディエーターである。ロイコトリエンの名前の由来は、ルーカ水と、白血球とトリエン、3つの二重結合の2つの単語である、当初赤外分光法によって協約したトリエンが確認されたためであるが、後に協約していないもう1つの二重結合を含む、 ことが分かった。初めてロイコトリエンについて言及したのは、フェルトベルクとケラワエであった。彼らは1938年から1940年にかけて、後にロイコトリエンシーと命名される物質である、スロー、リアクションスムーズマッスル、スティミオレイティングサブスタンスを、長期間にわたり邪毒と、ヒスタミンに暴露されたラットの肺組織から、初めて発見し、管理した。 ロイコトリエンは細胞内でゴリポキシゲナーゼによってアラキドン酸から合成される。リポキシゲナーゼの触媒作用はアラキドン酸骨格の特定の位置に酸素残機を挿入する際に必要とる。リポキシゲナーゼ経路は肥満細胞や抗酸球、抗中球、単球、抗塩気球を含む白血球で活発である。これらの細胞が活性化するとアラキドン酸は ホスホリパーゼ A2 によって、細胞膜の脂質から放出され、ゴーリポキシゲナーゼ活性化タンパク質によってゴーリポキシゲナーゼが活性化される。ゴー,5リ,ポー5リポキシゲナーゼの触媒作用により、アラキドン酸に O が孵化してゴモノヒドロペルオキシエコサテトラエン酸が生じ、これが脱水反応を経ることで不安定なエポキシドである、ロイコトリエン A4 が生成する。 高中級や単球などのロイコトリエン A4 下水分解構素を備えている細胞中ではロイコトリエン A4 がロイコトリエン B4 ジヒドルキシロイコトリエン LTB4 へと変換されるこの LTB4 は高中級や単球などの原型質膜上に存在する BLT1 と BLT2 受容体を刺激しこれらの細胞を活性化する強力な化学誘発因子である システーニルロイコトリエンシンターゼを持つ細胞である、マスト細胞や抗酸球では、ロイコトリエン A4 は、トリペプチドグルタチオンと統合されて、ロイコトリエン C4 が合成される。ロイコトリエン C4 は、マスト細胞や抗酸球の細胞表面に存在する、シスルト1とシスルト2受容体を刺激することで、気管支ひらなめ筋を収縮させ、また、血管ひらなめ筋を拡張し、 微小血管における血管透過性を向上させることで、気道や内臓組織への粘液分泌を促進し、炎症部位に白血球を招集する。細胞外では、ロイコトリエン C4 は、複数の指揮出す酵素、ごくありふれた一般的な酵素によりロイコトリエン D4 やロイコトリエン E4 へと変換され、生体活性維持作用を示す。LTB4 と LTC4。 LTD4、LTE4 の代謝は一部が抹消組織で残りの大部分は肝臓で不活性な物質に代謝される。ロイコトリエンは主に G タンパク質結合受容体の亜種と結合する。また、ペルオキシソーム増殖活性化受容体にも結合する可能性がある。ロイコトリエンは気管支喘息やアレルギーの反応、炎症反応の維持に関与しており、 いくつかのロイコトリエン受容体気抗薬が、気管支全息治療の際に用いられている。さらに近年の研究では、神経精神疾患や循環器疾患等に対する後、リポキシゲナーゼの関与が指摘されている。ロイコトリエンは、炎症反応において、非常に重要な役割を果たす物質である。ロイコトリエン B4 などが高中級に、総火性を与えることで、 炎症組織に必要な細胞を消集する。また、ロイコトリエンは、気管収縮と、血管拡張、特に症状無薬血管の拡張に関して、強力な効果があり、さらに、その血管拡張効果ゆえに、血管透過性更新を認める。なお、ロイコトリエン群には、LTA4、LTB4、l t c 4 LTD4、LTE4、LTF4、 ロイコトリエン海洋がある。ロイコトリエンは、気管支全息の発病を助長する。ロイコトリエン C4 とロイコトリエン D4。ロイコトリエン E4 は、構造上にアミノ酸のシステインを含むため、しばしばシステニルロイコトリエンと呼ばれる。システニルロイコトリエン受容体であるシスルト1とシスルト2は、肥満細胞、抗酸球、内皮細胞に存在している。 システーニルロイコトリエンがこれらの細胞表面にある受容体を刺激する子で内皮細胞への炎症誘発性の刺激やマスト細胞によるケモカインの酸性を生じさせる。これらの基準によりシステーニルロイコトリエンは炎症性疾患に関与するほか肺胞への気流量を減少させて気管支全息症状を引き起こす。ロイコトリエンが炎症カスケードにより 気管自喘息を引き起こすことは広く知られている。ロイコトリエン気抗薬は気管自喘息を管理し治療する上で非常に重要な薬剤である。ロイコトリエン気抗阻害薬の作用基準は大きく分けて2通り、ある。ジロードンのようなゴリポキシゲラーゼ阻害薬はアラキドン酸からゴモノヒドロペルオキシエコサテトラエン酸が生じる過程を阻害することで ロイコトリエンの合成阻害を行い、気管支喘息を治療する。一方、MK-886 のような5、リポキシュゲナーゼ活性化タンパク質阻害薬は、気管支喘息のほの他に、アテローム性動脈硬化の治療にも有効である、可能性がある。モンテルカストや、プランルカストなどの薬剤は、気管支ひらの目筋などの標的細胞上のシスルト1、受容体2、 アンタゴニストとして結合し、システーニルロイコトリエンが、受容体と結合すること妨げる。気管支喘息患者の60%はこれらの薬剤が効果を示す。服薬前に効果を予測することはできないが、アスピリン喘息、鼻竹患者はおおむね効果が見られる。これらの治療薬は、気管支喘息症状を改善し、悪化を抑え、炎症マーカーである、 気管支肺胞肺胞洗浄液や末梢血中に含まれる抗酸球の値を低下させることで、抗炎症性を示す。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。